はい、本日はですね、ナンガのダウンジャケットを比較していきたいなと思います。で、まあ、同じナンガから出ててもですね、値段は全然違うんですよね。この前にあるタイプのダウンジャケットが4万円。まあまあまあ、わからんではないけど、まあまあ、ちょっとだけ高めやけど、4万円だったらわかるなと。で、ただ後ろのやつはじゃあなんぼなんてなんだけど、後ろの9万円なんですね。おお、倍ぐらい値段するなということで、結構値段は違うんですけども、ほんならそんだけ値段が違うっていうことはですよ。ほんならじゃあ、同じ部分ももちろんあるとは思うけど、やっぱその値段が倍も違うんやったら違う部分もあるよねって。おー、ほんならじゃあそれどんな特徴ある？おかんどんな特徴あるって言うてた？言うてみーって言うたらですね、これ実は後ろの方に関してはですね、最新のジップとかが採用されてるんですね。ほんならそれナンガちゃうやないかいうことで、ナンガっていうのはもう昔ながらの布団屋さんから始まったとこやから、あんま最新とかとは縁がないのよと。それよりもダウンジャケットの質を勝負してる会社なんよ。おー、他にはなんかどんな特徴言うてた？って言ってたらですね、ものすごい高品質なダウンが敷き詰められているということなんですね。ほな、それ何がやないかいということで、何がはですね、やっぱりダウンの質がすごいねんよと。まあ、フィルパーの違いはあるといえども、やっぱり寝袋とか布団メーカー、そしてダウンジャケットになってるから、もう布団の質で言うたら間違いないのが何がやねん。ほな、それは絶対何がやないかい。うん、ほな、他にどんな特徴を入れた？言うと、この9万の方の生地はですね、洗礼されためちゃくちゃマットな上品な質感が使われてるんですね。ほな、何がとちゃうやないかいということで、何がっていうのはですね、まあ、テカテカした質感で、あんまり生地とかそのディティールとかにはこだわってないっていうのが何がちゃうのかっていうところで、こういうのはあんまり質感がこだわってるっていうのは、なんかそれは絶対なんかちゃうやないかいっていうことになってくると思うんですけど、ほなじゃあ他に特徴なんか言ってたっていうことになってくると、これ両方ともですね、名前がなんがって入ってるんですね。ほなそれなんがやないかいっていうことで、まあいろいろ言ってきたんですけども、いろんなね特徴が若干同じやったり違うかったりするんですよ。でその部分っていうのを今から見てもらいたいなと思いますので、比較していくところっていうのはですね、まず値段、最初言ったと4万とまず9万ですね。でその次にどういった見た目に若干違いがあるんですよっていうところの話をして、その次にダウンの質ですよね。まあ問題は見えてないところにあるということで、大体そうなってますので、中の綿がどんだけ違うのかっていうところの話をしてですね、それその次に生地ですよね。じゃあ次は見えてるところはどうなってんのと、中身がいい女子は分かったけど、外見もやっぱ女子は良くないとねっていうことで、男子だとこれ分かってくれると思うんですけど、外見もじゃあ見ていこうと。でその次にはじゃあジップとか細かい部分がじゃあどうなってんの、ベルクロとかも含めどうなってるのっていうところになって、でその次にはですね、じゃあおすすめの人を全部見た上で、おすすめの人はどっちなのというところでいきたいなというふうに思いますので、まず最初はですね、形から見ていくんやったかな。そうですね、見た目の形から見ていきたいなと思います。じゃあまず見た目の形から見ていきましょう。まあこれ比較していく上でですね、これナンガの方に関してはフードがついてて、ナンガのホワイトレーベル高い方に関してはフードがついてないので、全部が全部一緒っていうわけではないんですけども、まあ、若干の違いっていうのがあったりするので話をしていくとですね、まずこの胸にポケットがあるんですよね。で胸にポケットがあって、まずこの普通のナンガの方に関してはですね、胸にポケットがあるんですね。胸ポケットがあって、これいかにもアウトドアメーカーっぽい感じですよね。そしてこの下側にはですね、裾のとこにはドローコードって言って、腰のとこが調節するようなやつがあるんですね。でこれはですね、まあ、いかにもナンガらしいというか、このアウトドアメーカーをまあもろパクリしたとまでは言わん、まあ、似てるとね、模倣したんじゃないかと思わせるような、まあ素材が使われているというか、まあ、感じになってるんですよ。じゃあ対してこっちの9万のお高い方はもっとじゃあポケットついてんのっていうと、逆についてないんですよね。もうついてないんかいということになってくると思うんですけど、胸ポケットもない、そして裾のドローコードもない。ほんなら、サブいてんやったら値段高なのおかしいやないかいってなってくると思うんですけど、この辺は、あえて余計なものをなくしてるというふうに言ってて、やっぱり物はいいようやなと思うんですけども、あえてなんかどうかは知りませんけども、まあそういったところで、ちょっと若干見た目は違うんですよね。いかにもアウトドアっぽいものがお好きな方とかやったら、このナンガのダウンジャケット、ナンガやないかいの方がいいと思うんですけど、ホワイトレベルやないかいの方はですね、結構まあシンプルな感じになってるので、見た目的にはちょっと若干違うんじゃないかなと、アウトドア系なのか、街っぽい感じなのかっていうのが見た目の違いになってくるかなと思います。じゃあ次にはですね、中身ですよね。結局はやっぱ見えてないところに勝負の神は宿るということになってますので、じゃあ中身はどうなってんのと言ってくると、両方ともものすごい質の高い、バタが使われてるんですよね。あ、まあまあそれはそうでしょうねっていうことになってはくると思うんですけども、ナンガの一番の取り柄というとやっぱりバタじゃないですか。中のバタになってくると思うので、それが大きく違うところになってくるんですけども、中のバタの、表す数値があるんですね。それは FP と書いてフィルパワーって読むんですけど、その数値
で大体のことを分かっていこうと。こんなもん解体して中身見ていってどう違うかっていうことを実験するつもりは全くないので、まあ、数値でまず分かっていこうということなんですけど、そのフィルパワーという数値がどんだけ体積があるかなんですね。同じ重さでも体積がふわっとある方があったかいし、ちょっとしかなかったらあったかくないってことなんですけど、このフィルパワーの数値が600を超えるとまあまあ良質と呼ばれるんですよね。それの中でもこれは760フィルパワーという段を使ってるんですよ、中綿をね。ほんなら普通よりは全然いいなっていう、もうやっぱ難がやないかいっていうことになってくると思うんですけど、こっちの難がのホワイトレーベルはですね、こっちは940なんですよね。この難がとちゃうやないかいってなってくると思うんですけど、この940フィルパワーっていうのはもうなかなかないんですよ。それこそほんまに世界中探してもトップクラスのレベルのフィルパワーなんですよね。それを間違おうとして使ってる、ふんだんに贅沢に使ってるっていうところがまず大きく違うんですよ。だからフィルパワーとしては倍ぐらいフィルパワーあるのって言ったら絶対そんなことなくて、世の中には僕知ってる限りでは1000がマックスなんですよね。1400と1500のフィルパワーのダウンってそもそも多分ないと思うんですよ。なんでそんなことが言い切れるかっていうとですね、やっぱり人工で作ってるわけじゃなくて天然のものなので、なんぼでも上を作ろうと思っても作れないんですよね。ほんでその中でも世界最高峰でめちゃくちゃダウンの質がいいって言われるのは、じゃあどこの国なのって言ってくると2つあるんですよね。ハンガリーとポーランドなんですよね。もうここの2つの国はですね、もう民間が頑張ってるだけじゃなくて国もバンバン支援してるんですね。お金渡したりとかしてもうバンバン支援してるから、圧倒的なダウンの質を誇ってるっていうのがハンガリーとポーランドなんですね。そやからここの国のダウンを使ってるっていうだけで値段がガンと上がるぐらい、もうまあダウン業界では有名なんですよ。もうここを使ってればもう間違いないやないかいということで、まあ、それを使ってるっていうのがこれなんですよね。でこっちのダウンに関しては確か明記はされてないんですけど、おそらくハンガリーとかポーランドではなかったと思うんですよ。確かスペインとかやったような気がするんですけど、まあ、この辺はね間違っててもしゃあないということで、まあ、ざっくり紹介しますので、まあ、多分おそらくこれはポーランドハンガリーではなかったと思うんですよね。まあ、そこでもう そもそものフィルパワーの数値も違うけども、原産地も違うんですよね。で原産地はこれはもう国が支援してるめちゃくちゃ有名な国、これに関しては何やったっけな、ハンガリーが支援してるダウンを使ってるっていうところが、まあ全然違うっていうことになってるので、まあこれも大きく違いますよね。でもっと言うならですね、ダウンの量も違うんですよね。そもそもこっちの方が軽くて体積いっぱいあるのに 200g 掘り込まれてる、こっちの方に関しては 150g なんですよ。だからダウンの量もそもそも違うから、まあふっくら感が見た感じから違うと思うんですけど、そもそもの量も違うし質もこっちの方がいいっていうことなんですよね。まあここまで聞くとですね、ものすごいこっちのダウンジャケットが悪く見えてくるかもしれないんですけど、これもめちゃくちゃいいんですよ。そんなもんユニクロとかと比べたら比べ物ならんぐらい高い数値ではなってるんですけども、いかんせん最強のダウンジャケットと比較してるから、ものすごいこうこっちのねオーロラダウンジャケットが悪く見えるんですけど、全然そんなことはなくて、比較していくとやっぱ値段相応の違いが出てくるということにはなってますよね。そして配分率の違いなんですけど、これダウンジャケットでね、絶対にダウン 80%フェザー 20% とか、ダウン 70% フェザー 30% とかって言って、ダウンとフェザーを足して 100% になるようにできてあるんですよ。でその数値がだいたい 70-30 とか 80-20 とかっていうのが多いんですけど、そのダウンが多ければどういうことなんていうと、やっぱダウンが多ければ多いほど暖かいんですよね。だから90も入ってるってことは暖かいですいうことやし、それ以外にもフェザーが 10% しかないってことは、要は羽が 10% しかないのでダウンが抜けてこないんですよね。で抜け毛が少なくなるっていうのもまあ特徴やとは思うんですけど、やっぱりフェザーがね30とかフェザーが40とか割合多くなってくると羽が多いんで、どうしても生地突き破ってきて破れることっていうか抜けることが多いんですけど、そもそもこれは 90-10 なので少ないんですよ。 10% しか入ってないから。でこっちの最強ダウンに関しては 95% がダウンで 5% しかフェザーが入ってないから、ほぼほぼ抜けることがないやろうなと。もちろんね絶対ないってことはないと思うんですよ。抜けるのは間違いなく抜けるとは思うんですけど、抜ける可能性はめちゃくちゃ低いやろうなっていう思えるのが、まあこれが、配合の違いになってくるのかなというふうには思います。そして次はですね、生地の違いなんですね。これがオーロラテックスって言ってもいかにもなんかこれなんかやないかいっていう記事になってるんですけど、ホワイトレーベルの方に関してはですね、オーロラテックスライトって名前になって、ほんならなんかとちゃうやないかいってことになってくるんですけど、これライトって名前がついて、こっちはライトって名前がついてないんですよ。これどういうことかというと、こっちの方は完全防水で完全防腐ですよっていうコーティングって加工がされてるんですよね。はあ、ははあ、ほんならじゃあどんな気候でも着れるんですねっていうのはそうなんですけど、こっちの方に関してはライトってついてるから、ちょっと機能が下がるんかなと思いきや逆に上がるんですよね。どういうことやねんってことで、普通大体何でもライト
ライトってついたらちょっと軽量級になったりとかね、ボクシングでもなんとかライト級ってちょっと軽くなってくると思うんですけど、こっちに関してはライトっていう方がより良くなるんですよね。完全防水で完全防風やのにもかかわらず、なおかつそのプラスアルファの機能がついててストレッチ性もあるんですよ。だから肘とかこう伸ばしたりとか手を前にしたりとかした時とかでも自由に動いてくれるっていうのが生地の違いになってて、でさらに言うと生地がこっちの方が半分ぐらい薄いんですよね。これが外見が50デニールっていう生地使ってて、まあ別にそれでも分厚いとは思わないんですけど、普通の生地感になってるんですけど、こっちに関しては20デニールしかないので、めちゃくちゃ薄く作られてるからよりこう動きやすいっていうのもそうやし、なおかつダウンの温かさっていうのを肌に感じやすいようになってるんですよね。内側に関してはもう10デニールとかしかないので、本当にもう最高級ですよね。薄くなればなるほどダウンの綿を感じれるので、保温力が高まるというか、モコモコしてるのが伝わりやすいというか、まあ、結局人間はですね、やっぱ薄い方が好きなんですよね。あの T シャツとかでも分かる通り、薄い生地のさらっとした T シャツ着るのか、ガシガシした分厚い T シャツ着るのか、どっちが気持ちいいですかって言ってくると、やっぱ薄い T シャツさらっと着た方が気持ちいいと思うんですよ。全くそれと同じような感じで、この生地も薄く作られてるので、本当に綿をこうバーって感じるんですよね。これさっきからずっと言ってるけど、まあ、そんな感じになってるっていうのが生地感ということになってて、で次のですね特徴がですね、まあ、細かい部分になってくるんですけど、まずベルクロ見ていきましょうか。ベルクロがですね、これナンガのダウンジャケットもホワイトレベルのダウンジャケットも全く同じものを使ってるんですね。ここは同じなんかいということなんですけども、まあ、同じような感じで、唯一そのテープの部分がちょっと若干強度があるのが、ホワイトレベルの方がやっぱ値段が高い分こうひっつきやすくなってて、ナンガのダウンジャケットの方はこれ何回もやってくると摩擦で摩耗ができてきて、ちょっと止まりづらくなるやろうなというような感じになってますね。でさらに他とかやったらジップですよね。このジップがよく止水ジップというところ、なんかのダウンジャケットの方みたいにこうツルッとなってるね、テープというかジップが普通やと思うんですけど、このホワイトレーベルの方は実は最新のジップ使ってるんですね。こんなん僕も初めて見たんですけど、普通のジップタイプに見えて、実はこれ完全防水になってて、なんやったらこの普通の止水ジップよりもより防水性が高いのがこの新しい方なんですよ。だから濡れても全然水が入ってくる心配もないし、なおかつこのジップってどうしても止水ジップってね、従来のものは硬いんですよ。だからこう何ですか、ちょっと動きづらさがあったりはしてたんですけど、この新しい方に関しては動きやすいんですよね。なのでこう体を曲げたりとか動かしたりとかした時でも全然邪魔にならないようなジップが使われているということで、これはだいぶアップデートしてるなんて僕個人的には思うんですけど、こういった最新のテクノロジーが掘り込まれているという感じですね。まあ、そんな感じになっていって、ざっと総括していくとですね、まあ、いかにもこう布団屋さんが作ったダウンジャケットって言えば、まあ、このダウンナンガのオーロラダウンジャケットやと思うし、まあ、これにセレクトショップが噛んで、いかにもこうスタイリッシュになってきたっていうのがこのホワイトレーベルの、まあ、違いになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、じゃあおすすめの人はどんな人がおすすめなんかっていうことになってくると思うんですけど、じゃあ前のこの一般的なナンガのダウンジャケットの方はですね、やっぱり今までダウンジャケットもいっぱい持ってるし、これからもダウンジャケットいっぱい買っていきたいなっていう方なんかはですね、こう着回すうちの一着として持っておく分には全然これでいいと思うんですよね。まあ、なぜならこう防水やし、雨も防いでくれるし、こう例えば雨の日用なんかにこれをダウンジャケットにするっていうのも全然ありやとは思うんですけども、まあ、そういった使い方ができるとか、どっちかというとよりアウトドアにこう寄ってるので、ガシガシした着方ができるっていうのはこのナンガの方のダウンジャケットだと思うんですけど、果たしてこの9万円の方に関してはですね、じゃあどんな人がおすすめなんかって言ってくると、こうアウトドアとかっていうよりかはどっちかというと街ですよね。こういかにもこうデートする時とか、あとまあ家族で出かける時なんかとかで着る用としては全然申し分ないと思いますし、まあ、そんなに汚れることってあんまないじゃないですか。だからそういう方におすすめやなと思いますし、まあ、それ以外にやったらですね、まあ、機能的に、まあ、値段は9万で高いのは高いんですけど、機能だけで考えたらもうめちゃくちゃ超高級なんですよね。なのでこの一着を持っておけば他に着回す必要がないというか、一着で冬過ごしたい方なんかはどっちかったらちょっと値段張ってでもこの9万の方出す価値は全然あると思いますし、それこそメーカーがですね、超一流メーカーのタグをこれもしつけるとするなら9万じゃ効かないんですよね。ほんまにそれこそ30万とか40万してきても全然おかしくないぐらいのクオリティのものは詰まってるということになってるので、本物のダウンを味わいたい方とか、本物のジャケットが欲しいっていう方なんかはもう迷わずホワイトレベルを無理してでも買った方がいいと思うんですけど、まあ、そこまで求めてないっていう方は全然この4枚の方でガンガン着倒していけばいいと思うんですけど、その用途によって多分違うと思いますので、値段が高いとか安いとかっていうよりも、まあ、用途がどういう感じで汚れてもいいっていうやったらこっちだろうし、一着で冬過ごしたいっていうやったらこっちになってくるかなっていうところになってますね。まあ、ただそれぞれクリーニングとかも一応対応とかはしてるみたいなんで、ナンガの方に関してはショップに持っていけば修理の対応とかもちろんしてくれるし、こっちのホワイトレベルの方に関してもちゃんとそれ専用のクリーニングっていうのがあるらしいので、これ購入した時に一緒になんかついてくるんですよね。ここでクリーニングできますよみたいなのがあったりするので、ちゃんとそこに出せばクリーニングもホワイトレーベル専用でやってくれたりもするということになってますので、まあこの辺がですね、ナンガの比較になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、それぞれの詳細はですね、別動画でまたレビュー動画出しているので、以前にそれを見てもらえ
らえばいいと思いますので、まあ、着用動画であったりとかその辺もそれ見てもらえばわかるかなというふうに思いますので、本日はですね、ナンガのダウンジャケットとナンガのホワイトレベルのダウンジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。